はい今日はですねテントを買いに行きたいと思います私たちのチャンネルを見てた人は分かる人もいるかもしれないんですけど、私たち結構やばいテントを使ってて、うん、まあ、やばいって言ってもね、ブランドそうあんのかな、あれの、なんか私の実家に置いてあった、いつ誰が手に入れたか分からない無名のテント、うん、本当にどこにもラベルとか名前とか書いてないんだよね。書いてないね。どこのブランドのテントかも分かんない、よく本当によく分かんないテントなんですけど、まあ、普通に寝る分には寝れるからね、まさかこんなにキャンプにはまると思ってなかったから、とりあえずそれを使ってたんですが、この間の大雨のキャンプでもう中に水が滴ってきて、うん、全然使い物にならなかったんだよ ね。で、まあ、もちろん薄いから寒いし、私たち結構もう今年秋後半ぐらいまでキャンプ攻めたいなって思い始めてるんですけど、今のテントじゃもう絶対超えれない、厳しいと。9月の前半でこれだから、うん、あ、中盤か、9月の中盤でこれだから今のテントじゃ絶対に乗り切れないっていうことで、新しくテントを買う決意をしました、うん、で、だいたい予算は10万以下ってしてるけど、まあ、安ければ安い方がいいんだよね、うん、そりゃね。でも安っぽすぎてその生地がちゃんとしてないとか、そういうのはもちろん嫌で、質も良くてなるべくコスパがいいもの、あと、スクリーンタープ付き、スクリーンが付いてるタープと一体型になってるテントができれば欲しいなと思っていて、うん、それを今日見に行きます。で、なんかインスタでおすすめのテントありますかってみんなに質問させてもらったところ、うん、あ、なんだったっけ名前、バカルディみたいな、サルサバンディ、サルバイバル、サルバディ、サルバディ、あ、なんだっけサバティカル、サバティカルA&F が出してるサバティカルがいいんじゃないですかっていう意見と、ヘリノックスもいいんじゃないですか、あとは DOD のかまぼこテントいいんじゃないですかっていう意見をいただいて、で、そのサバティカルっていうのが札幌の、まあ、ある一店舗に展示されているかもしれないってことだったので、さっき今見に行ってきたんですけど、それはなかったんだよね。でしかも人気すぎて買うとしても10月の抽選、うんうんうん、に当たらないと買えないと。そうみたいですね。で現物も見れないと、うん、いうことで、それちょっと結構いいなって思ってたんだけど、今のとこ見れないから、うん、今別のアルペンアウトドアーズというアウトドアのお店にやってきました。見ていきます。アルペンアウトドアーズ今年できたんだよね。今年できたんだよね、うん、札幌にね。すごいおしゃれ。今なんと撮影許可をいただきましてYouTuber みたいじゃない、ね、しっかり撮影許可を取りまして中を見ていきたいと思います短時間でね、人混みを避けながら、おしゃれ、見てこのマップ、ヘリノックス、これなんかおすすめって言われたやつじゃない？うん、広いね、めっちゃ広いね。いや、やっぱポール少ないよね。うん、ヘリノックスってなんかすごいコンパクトになる予感しかしないもんね。いい、軽そう、なんかやっぱ軽いのがいいんだよね。あ、スノーピークじゃん。それも気になってたよね。うん、でもこれスクリーンタープではないんだよね。これめっちゃ安い。え、これ2万9000円。スノーピークにしては、ここがスクリーンだったらよかったのにね。虫がね、虫避けたいんだよね。今うちらが持ってるのがあのヘキサタープだから、結構直に風を受けるから、うんうんうん、あと虫もバンバン入ってくるからスクリーンが欲しいっていうのと、うん、まあそうなんだよね。でもやっぱ北海道だからさ、うん、軽量も大事だけどさ、頑丈で雪を通さないみたいなのも重視したいじゃん、まあ、紅葉の時期も行きたいからさ、うん、
からもう10度とかじゃん、うん、で今回寝袋も本当は欲しいんだよね、うんうんうん、あ、これニューモってニーモ、ニーモだっけ、これも人気らしい。あ、そうなんだ。特徴的じゃん、柄が結構激しい。普通の柄もある。このメーカー自体結構人気ありました。気になるブランド小川、どうなの小川。A&F のサバティカルと同じようなタイプのテントらしいんだよね、うんうん、なんだけど重量がサバティカルよりも少し軽いんですよ、うんうん、と、サバティカルの方はネットがついてないんだけど小川にはついてる。いいじゃん、めっちゃいい。でも高いね。これよりもさらに小さい4人用とかのやつが多分あるんだよ。それがもうちょっと安いのかな多分ね。でもいいね。なんかそのさ、サバティカルの1個気になるのが、うん、剣が175センチで、うん、170センチらしいんだよね、うんうんうん、だからちょっとかがまなきゃいけないのがなんか腰大丈夫かなっていう。確かに。でもこれだと余裕でしょ、うん、せい、ちょっと剣行ってみて、うん、175の剣が余裕だもん、余裕。せっかく買うならなんか腰とか痛くならないやつがいいかな。うん、いやいいね、広くて全面スクリーンついててめちゃくちゃいいね。これがロゴスかな。うん、どうですか。いや、ここまで大きくなくていいわ。ちょっとでかすぎるかな、2人だもん。うん、めちゃ重いだろうねこれ運ぶとき。こういう形がいいんだけど、これより1個下ぐらいの、一回り下ぐらいのサイズがいいんだよね。うんうんうん、大家族だったらめっちゃいいだろうけどね。いいかもね、うん。ランタンもそういえば欲しいんだよね切れないよね、そんなさ、欲しいものあげ始めたらそんなんさ、全部欲しいああいうのだって欲しいじゃん、マット。欲しい、重いもんね今。これも欲しいじゃん。欲しい5500円か、まあまあするね。切れないのさ、だから切れないのよ。寝袋も欲しい。投資するから。でもやっぱさ、現実的に考えてなきゃキャンプに行けないものから買うべきで、うん、それが今うちらにとってはタープと寝袋、シュラフね、寝袋じゃなくて。あ、間違った恥ずかしい。こちらもスノーピークですね。これがなんてやつですかね。エントリーツーフィード、LP が。これこれじゃない、私が1ヶ月ぐらい前に欲しいって言って。これなんかすごい簡単に立てれるんだって。そうなの、うん、へえ。こんな大きいんだ。広いな。動画でしか見てなかったからこんな大きいと思わなかった、うん、余裕？余裕ではないけど持てる。あの近い距離ならこれ15キロなんだって。ああ、このサイズでね、うん、まあまあ軽いじゃん。でこの上のカバーみたいなやつが結構頑丈で、雨とかもこうちゃんとしのいでくれて、うん、下にスカートがついてるから、はいはいはい、これがいいんだよね。なんか多分寒さをしのぐには。でも冷静にこれ2人でこのサイズどうなんだろうっていう。まあまあでかい。運ぶのが辛くなっちゃうからね。でも1回で立てれんだよ今さ。あれ2個立ててるめんどくささとか1回で済む。なんかこれと今迷ってるのがサバティカルのアルニカ、うん、これと同じぐらいのサイズなんだよね多分。違う点がスノーピークはこの前の方の、うん、この1個のかまぼこしかスクリーンにできないんだけど、うん、これアルニカはこれも全部のかまぼこを、はい、スクリーンできるのさ、うん、こうやってね、うん、だから暑い夏とかにすごい風通し良くなるでしょ。プラスこのスノーピークはこう折りたたんだ時、そのスクリーンを中にこう折りたたんだ時にああいう風になるのさ、うんうんうん、中に内側にこうしまうみたいな、うん、それがこうくるくるするみたいな、はいはい、でもアルニカはこのこうやってできるの、日よけみたいにできる、はいはいはい、この感じおしゃれじゃない。確かにこういう感じ、うん、キロぐらいですよ。20キロつながった検査。これが15キロでしょ。20は重いよかなり。でもどうせ2人で行くからさ、2人で運べばいいんじゃないの。いやー、その5キロの差結構あると思うな。なんかよくない、かわいいね。で、うん、夜さ、中でオレンジ色のランタン灯して、うん、外から見た時にこうなんていうの、光ってる感じのテントにしたいのよ、うんうんうん。84,400円だって。アルニカ？こっちの方が安いんだ、しかも。でもデメリットとしてやっぱりサイズが大きくて重いって書いてある。うん、これこの感じ。かっこいいね。これできない、スノーピークだったら。このこことここが開けれない。こっちがいいな。
か属されるんで、初心者の方でも建てやすいですよっていう、そこがポイントなんで、お値段もちょっとお手頃で、ですよね、そうです、確かに。割とこのコスパと、まあ、物の良さと、すごくいいかなと思います。LCL、すごく人気のテントにはなってます。アルリカもいいですけどね、ただ素材やっぱりちょっと薄いと思ってもらった方がいいです。ですね、アポロンと比べたら全然違いますね。結構サバチカル使ってる周りの人いるんですけど、はい、で去年がやっぱコットンで出してたじゃないですか。で今年このポリエステル地でいくつか出して、でちょっとやっぱり薄手に感じましたね。北海道の秋後半はちょっと不安かな。ただスカートはつけてくれてるんで、その点風は入りづらいかなと思うんですけど、生地の薄さ的にはちょっと薄いのかなと思います。勉強になりすぎてどうしよう。やっぱ詳しい人と話してこんな楽しい。楽しいね。いや素材のことあまり気にしてなかったね。なんかね今ね、うん、お姉さんがコットンだのポリエステルだのいろいろ教えてくれて、で冬になってもしストーブ使うんだったらコットンの方がもちろんいいけど、うん、乾かしたりしなきゃいけないからっていう話で、うん、北海道でやるってなるとやっぱりポリエステルの方がいいんじゃないかっていう。だからさやっぱりさ選ぶときにさいろんな人のブログとか読んでさ、なんだろう全部真に受けてるけどさ、うん、自分が住んでる場所の気候とかも考えて買わないといけないから、うん、地元のアウトドアのスタッフの人に話聞くっていうのは手っ取り早いかもしれない、うん、すごい勉強になる。今テントの抽選の申し込みをしています。2人でかなり長いこと吟味した結果、 A&F が出してるサバティカルのアルニカっていうテントを買いたいと決めたんですが、超人気で抽選販売で、もうなんかさっきねアルニカでツイッターとか検索してたらね、うん、5ヶ月連続で外れてる人とかいるんだって。その人とかめっちゃかわいそうじゃない。だってもう5月とか4月からさ、うん、夏アルニカでキャンプしたいって思ってたのにさ、ね、もう夏終わったわけでしょ、うん、だからこんな新参者がさ当たったらマジで申し訳ないけどさ、うん、でもとりあえずこれが欲しいから今から申し込みます。もし今回このアルニカが外れたら、もう諦めて違うの買わなきゃいけない。だからチャンスは1回なのよ。応募しよう。だからさ、これで外れたらもう終わりだけどさ、当たんのかな。いつも。何書いてんの？メッセージ。なんかご意見をご要望っていう欄があって、別に何も書かなくてもいいじゃん。ご意見とかご要望とかないしょ、うん。でも、いつもいい商品をありがとうございますって書いて。アピール感謝の気持ちを伝えとく、うん、送るよ、はい、応募お願いします。受付完了。よし、抽選の結果は10月9日に分かります。早いね、あと1週間か。あー緊張する。頼む、冬楽しみたい。うん、祈るしかない。はい、ですね、先日応募した欲しかったテント、サバティカルのアルニカが落選しまして、いやあれめっちゃかっこいいよな。めっちゃいいよね、うん、もうね来月の抽選、再来月の抽選って挑戦してる時間は私たちにはなくて、今年の秋からテントが欲しいので、今日新しいテントを買いに行きます。行きます。買っちゃったよ。買っちゃったね。ついに。あ、まだちょっと隠しといた方がいい。テントを買っちゃいました。いやついに買っちゃった。で何を買ったかは来週のキャンプで初お披露目します。うちらがさ今使ってたテントさ、うん、発覚したんだよね、何だったか。ああそうだそうだ。昨日たまたまサイトで見つけてみたら、うん、4000円だったんで。めっちゃ安いね。今回なんと奮発して8万4000円のテントを買っちゃいました。大丈夫かな。私の誕生日プレゼントということでいいのかな。そうですね、うん、来週お披露目します。お楽しみに。
あっ。